ルマンシングサガ、こちら1992年1月28日スーパーファミコン、からスクエアさんから、ね、出たコンピューター RPG なんですけれども、今はダメだ、喉ガラガラだね喉ガラガラですが、今日はまあ、アイスソード手に入れて金金金って言われてガラハード殺して、王様の病気治したところまで行ったので、今あとヴァンパイア倒した、なので今からなんだっけ、あれジャングル行って、砂漠行こうかなと思ってます。よろしくお願いします。109コメさん、113コメさん、ケンケンさんいらっしゃい、うん、ガラガラ声、ガラハルは殺し者や何やけとかじゃなくて単純に風邪ひいてて40度の熱出て死んでただっけ、ジャングルジム的なやつ。よし、最近どっちから行こうかな。あ、砂漠にいるから砂漠からか。ガラガラちゃーちゃんやってくる、お腹薄くせてやってくる、あいつらは不器用さ、あってきる、なんでもじゃらんじゃん、ねえ、見つかってまだ早いのに、なんかここ怪しいな。よし、薬もらって。あ、うん、ご無理はしてないつもりやねんけど。はい、127個目さんいらっしゃい、今日40度の熱がね出てね大変だった。ほっ、よいしょ、はい、131個目さん、132個目さんいらっしゃい、チュー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 、ありゅうさんいらっしゃい、ゲーム熱かな、チュールルルチュー、ここまで画面を全面出してゲーム配信ないよな、まあそういうゲーム配信だと思ってください。ほう、沼さんが懐かしい、135個目さんいらっしゃい、逃げないよ、はい、ショコンさんいらっしゃい、ショコンじゃない、ショコンさんよし、トカゲ、トカゲだけ装備整えてないトカゲだけ装備整えてない、チュー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 、チャラララララララ、ピュイン、これ戦闘がちょっとさ長いよねいつも思ってたんだけど戦闘がちょっと長いよね、これムツインクさん、よいしょ、 NCV ではついてないかな、ポケハン、トカゲ、そう、トカゲだけでいいや初期セーブチュ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 、お、終わってた、よいしょ、はい、143個目さんいらっしゃい、よいしょ、そう、戦闘開始で進むからなのかな、よいしょ、チャ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 ーン、愛がアップ、愛だのない、なんかこの愛のあれかあんま関係ないって聞いた、よしよしよし、うわーあーあーああちょっとちょっとちょっと待って、リュウさんに巻き込まれたでござる、よっ、あれがあればかつ、あ、みちこちゃんいらっしゃい、砂漠嫌い、なんか泣かされるよね、砂漠の地下に行かなきゃいけないんだけど、かわいいな、あ、ありがとう、150個目さん、でも今日ね、喉ね、ガラガラ、あーあーガラララ、ガラララ、ガラララ、ワクフられた瞬間叫んでてびっくりしたけど、かわいい、やはりな、そうじゃないかなと思ってたそうじゃないかなって思ってた。トゥトゥタン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 チャララン。喉ガラガラなの、もしかして寝起きだからかもしれない。だって別にそんなにガラガラじゃなかったもん、お昼とか。ねえ、リュウさん厄介だよね。ちなみに今いる人で、ルマサが1やりましたって人。ルマサが1やりましたって人。愛はとんかつ。
ハムサガ1やりましょうか。はーい。やってない人へ。やってないの。リュウさんとルイさんやってんの。よし。あ、ミチコちゃんやってない。なにそれ。なんかあのさ。それなんかさ、ミチコちゃんの声もこんな感じしない？こんな感じ。え、じゃあ、これ、見てこれ。これ、これ。これ、これ。これ、こんな感じじゃないこれ。胸がある。はい、166個目さん、167個目さん、171個目さんいらっしゃい。アナビさんのやってる。腕痛そう、痛そう。あ、もぐちゃんいらっしゃい。スーファミ版だよ。あ、でもバーチャルコンソールだけど。174個目さんいらっしゃい。のであり、へでもある。どういうこと？骨折さえ、骨折か、骨折か。よいしょ、お母さんやってた。マジで。はい、グレープさん、答えがバース。危な。よし。ちょっと待って。ちょっと待って。ここら辺になんかさ、超怪しいところがあって。ちょっと待って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 よ。なんかね。よいしょ。なんか、リュウさんに巻き込まれないで頑張っていったら、なんか超怪しいところがあって。そこから下に降りるはずだったんだけど、骨折。夜寒い？砂漠だから。あれ、今暑くない？まだまだ暑くない？暑いんだけど、うち。チュチュチュルルル。リュウさん、うん、なんかなんだっけ、ドヤさんみたいな感じ。ケンジじゃない、ケンジって何。187個目さんいらっしゃい。30度。まあ部屋の中って暑いもんだしね。あ、ミンサワか。ミンサワもやりたいな。また全然違うもんって思うから。彼氏いるんですか。彼氏は、彼氏はあのね、見る？じゃあ彼氏の写真。ユリアさん、シッタガさん、タルンさん、ロイさんいらっしゃい。彼氏の写真。よいしょ。ほら。ほら。トキさん、197個目さんいらっしゃい。これ別の写真。これ別の写真、これ。うん。かっこよくない？うちの彼氏。かっこよくない？前から見た感じ。かえこちゃんがルメサガエプレイ行ってもらいにおいでよ。ロイさん、広告ありがとうございます。広告通、広告通、広告通。チャッチャッチャンチャラー、チュッ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 。よし、広告ありがとうございます。広告中、広告中。マリさんいらっしゃい。あれ、今日甲骨言う人いない。甲骨言う人いない。初見顔小さいのに胸を大きくて。初見詐欺の221個目さん。マッチな彼です。222個目さんいらっしゃい。よく似てる。ちょっと筋トレしてる。甲骨、はい、甲骨ありがとうございます。甲骨、よし。吸い込み具合。バキューム、バキューム、バキューム。スクリューパイルドドライバー。速く吸う。あの、生まれ変わったらスクリューパイルドドライバーになりたいなって思ってます。今自分で言っててちょっと意味が分かんなかったんだけど。ガイさんいらっしゃい。生まれ変わったらスクリューパイルドドライバーになりたいと思います。光り当てすぎ。ほら、詳細読んで。詳細したらね、あの、光はライトとか使ってないけど照り返しですからってちゃんと書いてあるから。あ、キリシロさんだ。待ってた。超待ってた。超待ってた、キリシロさん。いらっしゃい。よいしょ。はい、239個目さんいらっしゃい。そう、パソコンの照り返しだってべ。ライト使ってないよ。よいしょ。出たなれる。何が？あ、ザンギエフに。いっぱいご飯食べる。いっぱいご飯食べて、大統領と同じ大学に入る。これだ。ちょっとー、ちょっともうさ、ドムフルリンクル。30代からのね、ドムフルリンクル。
ちょっとリュウさんに会いに行きます。あ、オフ会あります。6月の27、28にオフ会があります。オフ会があります。アナログゲームをやろう会になります。27日がよいしょ、天使だから。そう、27日がアナログゲームやるんで、みんなで人生ゲームやったり、ジェンガやったりとかいろいろやりますので、よかったら来てください。なんで28日は来て。よし、カルンベンソンさんいらっしゃい、みんな参加してね。よいしょ。ほ、28日はカラオケやります。ほ、そう、来て来て、楽しいよ。なんか人生ゲームめっちゃ危…ちょっとさ、ちょっと話していい？人生ゲーム、ちょっと話していい？私これ絶対買おうと思ってるのがあるんだけどさ、ちょっと、お、来たか。263個目さん、ロマンチングチャチャチャだって。262個目さんでした。こんばんは。今回2回目なんですけど、2個目初めて全然わからんです。どうしたら友達になるの？とりあえずオフ会に来るといいんじゃない？よいしょよいしょ。あのね、人生ゲームちょっと見てほしいんだけど、ちょっと待ってね。どれだ、これだ。これやばくない？これやろ、で、これやろ。あ、初見さんいらっしゃい。これ人生ゲームオブザイヤー2、これやばない？これやばない？やばないこれ。やばい。ロマンさんでしょ。これやろ、これやろ、これこれ絶対持ってか、これやろ、これサルディアさんでしょ。これやろ、これ絶対やろうよ、これこれやろね。これとね、あとね、やりたいのはね、人生ゲームいっぱい種類あるんだよ。あのね、あと、まあ、これはちょっとさっきに比べたら普通なんだけど、ビックリマン、ビックリマン人生ゲーム、おばかたさんがいなかったな。ビックリマン人生ゲーム、そう、公式のゲーム。これと、あとね、これもいいな、やってみる。これさ、すごいやるせないのがあるんだけど、これ、これ人生ゲーム激辛、お気に入り登録ございます。これ非公式じゃないよ。公式だよ。ハーゲルカちゃんいらっしゃい。ヒロさん答えます。これアイマさん引き立つ地獄のからさ、人生の落とし穴みたいな感じでさ、これさ見て、あのなんか有名ブラック企業の内定を総なめとか、SNS が乗っ取られ、ブログが炎上、一十百千万、1万8千ドル払うとか。やばくない？これだから、あの、就職するのも困難で、ニートの生活も余儀なくされるような人生ゲーム。317個目さんいらっしゃい。激ヤマもあるよ。超バブリーなやつとかもあるの。クリちゃんいらっしゃい。これやりたくない？これ、ほんと。パニックカードみたいな、これもやりたくない？シロさんいらっしゃい。だからみんなオフ会に来てください。よいしょ。7時間遊んでドリンク付きで2000円なので、よかったら来てください。よろしくお願いします。これ絶対楽しいって。パオパオさんいらっしゃい。なんかあの自分の人生よりはあのひどいなみたいな感じになるんじゃない？そう、あ、ということで戻りまーすね。絶対楽しいよね。丸ごと保存しよう。よし。あ、飲み会だけ参加できる。おー、お待ちしてます。お申し込みしてください。オフ会参加しようぜ。お前が来い。まず、お前が来い。よし。あれ、メディアルって。ちょっと待っと、え、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。よいしょ。飛行機乗る。待ってるよ。待ってるよ、飛行機。飛行機乗ってくる人いっぱいいるからね、うちのオフ会。よいしょ。なぜかオフ会楽しい、ファイヤー。うちのオフ会なぜか飛行機乗ってくる人結構いるからね。
飛行機、新幹線、深夜バス乗ってくる人半分以上だからね。意外と東京勢少ないんだよね。謎だよね。わっ345個目大変。新宿新宿、東京新宿、日本まで行くのは大変だから。あ、海外勢だ。絶対エア海外勢だけど。参加者今回はねちょっと少ないのよ。あの箱が小さいから50人だけだから、早めに申し込んでいただければと思います。300、348個目参加者。前回はね100人だったんだけど、高校生はダメ、参加できない高校生参加できないよ、18歳以上です。ニノさんいらっしゃい、行きたーい、来て来て。じゃーん、じゃらーん。お、カリバーさんいらっしゃい。うわー、もうすーぐこれどの家なんだろうな。あ、ボギーしちゃった。79歳でスマートフォンの使い方わからない、お友達にしてくれますか。うちのね、おばあちゃんね、100歳近いんですけど、スマホも使えるし、iPad と Android と Windows タブレット全部使える。よいしょ。カラオケは50人ぐらい、カラオケ50人ぐらいで、ゲームが30人ぐらいで、お昼ね、27のお昼が30人で、その後の飲みが50人でしょ。で、次の28日も50人かな。うん、おかえさんから平均年齢37歳ぐらい37歳ぐらい合宿東京新宿です。あのね、詳細に全部、よいしょよいしょ、詳細に全部書いてます。よいしょ。うん、前より上がったよおかげで前より上がって、前まで34歳ぐらいだったけど、放送詳細にブロマガへのリンクが貼ってあるんで、それ見てください。若い人は片身様、若い人はでも若い人で固まってるかな。あ、ありがとう、チャックさんいらっしゃい。平均上げてるのはね、西日暮里さんっていう52歳の人だなひまごかわいいや、ありがとう。ちょコミュニティ見てみます。あ、お願いします、お待ちしてます回数増えるたびに平均上がるんだよね。大先輩いますよ、40代もかなりいるし。ちょっとやめて。場所がわからん。平均下げに行きたい。ピローさんやん。よいしょ。あ、ラッチーさんだ。いらっしゃい。よいしょ。潜入に成功した。じゃ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 じちゃいちゃん、足17歳です。よし、うわー、もー、今砂漠の地下に行こうとしてる。でも場所が分かんなくなっちゃったの。どうしよう。うわー、あ、エベちゃんいらっしゃい。場所が分かんなくなっちゃった。怪しいところなんだけどさ。あ、ミケル君いらっしゃい。怪しいところが見つかんないんで、うぅちょっとちょっと、高校生、え、社会人です17歳と152ヶ月なんで。ねえ、砂漠の地下になんかあるんだけど、普通すげえ。390個もされました。チューチューチュー、あーやだ松浦彩美、年上の17歳だよ。チュ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 ーチューチュー、392個目さんいらっしゃい。17ぐらい、そうですよ。おし、お、ご飯食べてらっしゃい。ちょっとさ、
どの辺なのこれ、わからなくなってきました。よし、海側は深いね、深いね、超楽しいなこれ。うーるるー、これまさか本当楽しいんだけど、何このゲーム、何勝でもやりたいよね。お、あれ申し込んじゃったよ、397個目しかありません。あのなんかなんだっけ、インペリアルサガだっけ、ブラウザゲームになるっていうサガのあれ申し込んじゃった。チューチューチューチュルルルルチュルルルルル、トカゲ嫌いトカゲ嫌いインペリアルサガだっけ、なんかあのブラウザのやつ延長します。お、やる、マジで405個目さえなさい。よし、ということで延長します。ハイパー延長タイム、ハイパー延長タイム、俺も事前登録したか、ライブは行ってないな。412個目さんいらっしゃい。エイタルさん、カビンベンセンさん、エヴァちゃん、ミナジさん、ツギチロさん、元気森さん、ハーゲルカちゃん、サルピアさん、421個目さん、王冠者さん、キロさん、ロイさん、シタカさん、パラオさん、エンテツありがとうございます。これ、これ初見プレイだよ。ちー、現役でやってた世代は多分もうちょっと上かな。ジャックさん、エンテツありがとうございます。さすがに多分トランプマンさんぐらいでしょ、今多分33、4ぐらい、2、3ぐらいの人が多分現役でしょ、だから私はもうちょっとだけしたかな。よし、とりあえずなるべく敵と当たらない感じ、現役でやってた。お、おっさんがいる、おっさん、うぅちょっと待って、オッケー、オッケー、よいしょ、よし、どんな差が、うぅちょっと待って、よし、17だから、そう17だから、こっちだ。中古ソフトもそこまでなかった。あれ、そうなの。あ、もうちょっと下だな、これ。正面からまっすぐ行って、木をたたた当たる。でもね、なんか右から入っちゃっててさ、もう分かんなくなっちゃった。右から入ってきたから分かんなくなっちゃってさ。バーンバーン。詳細読んでからお願いします。てってちゃん、難しかった。てって、勝手に行く、ありよ、ありだー、やってない。ツイッターで確認したけどまだやってない。よいしょ、チュー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 、よいしょ、そう、ロマサガ2やってないからありだーの元ネタが分かんなくて、ロマサガ2にすぐやりたいな。でも先にあのなんだっけ、メタルギアスリップするって約束してるから、先にそっちやんなきゃいけないんだけど、てかやりたい、メタルギアソリッド3をやらないと、間に挟まないとね。この曲ゲームいいよね。あ、この曲ゲームいい。ひっくり返った、このゲーム曲めっちゃいいよね。ひっくり返った、ひっくり返った、よいしょよいしょ、貯金したか、よかったな。1,2 の進化すごい。そうなんだ、なんか全然違うゲームだとは聞いてるよ。お気に入り登録ありがとうございます。面白いらしいよね、だから早くやりたくて。よいしょ、メタルギアスリッド3、よいしょ、ムーハンもやりたくて、なんかいろいろやりたいのは。さっき全部流しちゃったけど、全部流しちゃったけど、ムーハンの新作も出るし、なんかやりたいゲームがいっぱい。さっきあの全スルーしちゃったけどね、スルーって言って、よし、たた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 るる、多分ずーっと話聞いてたら終わらないんだろうなーと思って、たどり着けるといいね、たどり着きたい。いちいち拾ってたら今日一日モンハンの新作の話ばっかりになるんだろうなと思って全スルーした。てーちゃん、夢が広がるなぁ、夢が広がるなぁ、よっ。あ、なんか日記コメがある、どうしよう、
ねえ、なんか日記米あるけどどうする？どうするどうする？日記米あるけどなんかどうする？拾っとく？これここに超日記米あるんだけどどうする？もうちょっと泳がす？わかった。そうしようじゃ。ほ。できるか。左下の出口からまっすぐ。わかった。左下行ってみるね。よいしょ。くじだ。右、いや、右やろくんは。よいしょ。チュー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 。人生ゲーム、大ダメージできるんだよ。知らなかった。キュンキュン。ハリーさんいらっしゃい。よし。前さ、前さ、いいからさ、お二人さ、来いよ。お前東京なのになんで海外住んでるとか嘘つくの？ねえ。ねえ、なんでお前、お前さ、東京住んでるっつってたじゃん。ほら検討会じゃん。なんでわかるの？あのね、わかんないわけないでしょ。誰だと思ってんの？もうぐるぐる回らされてる。よし、ほう。お気に入り登録ありがとうございます。お、ワキツ471個目さんいらっしゃい。私はな、あの184をつけていたトランプマンさんがな、184をな外した後にアカウントを変えて、さらにそこで184つけても分かる女だぞ。お前ら分かってんの？別の人のふりして可愛いね。あゆまちゃんいらっしゃい。大丈夫大丈夫だよ。アカウント変えても分かるからな、いいか。そう。あのね、ダジャレがどうとかじゃない。あ、なんか怪しいのあった。これだ、これじゃないの。超怪しい、謎の特技。お気に入り登録ありがとうございます。そう、よいしょ。プロファイラープロファイラーでね、初見、はい、初見の487個目さんでした。だいたいね、リスナーさんが何を言いたいかとか、何を思ってるかとか、何をどういうコメントをするかとか、なんかあの私が何か言った時にミキヒロは多分こういう発言するなとかをだいたい分かっちゃうみたいな、そういうのあるじゃん。488個目さんでした。なんか相手が何て発言するかを分かって先にこっちが発言するみたいな、わかる？なんで？何が怖いの？よいしょ。あんたと写真で勝負したい。中二病がいる。中二病がいる。把握してくださっててありがとうございます。かっこいい、今日もかっこいい、かっこいい。人狼強そう。うん、私人狼めちゃ強い。